の中低速セクションに突入してしまえば、それだけパワーがあったところで全部は使い切れない。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートが強い方が勝つんだ。戦に持ち込めれば思うツボなんだから、スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。考えたな、スーパーチャージャーとは。扱いやすいパワーってわけか。こいつは手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。どうせこの雨じゃタイムトライアルは中止だ。腹くくっていくぞ。ついてきてるな。俺ももともとターボだっただけにわかるんだ。ハイパワーターボで濡れた路面は難しい。敵ながらいい腕してやがるぜ。第2ラウンド始めるぞ。スタート5秒前、4、3、2、せ、2本目、1、ゴー、ゴいいもんだぜ。この雨じゃパワフルなロータリーターボにとっちゃ優しくないだろう。濡れた路面で FD ぐらいパワーがあるとアクセルはまともに踏めない超高等技術のハーフスロットルだ。だけど俺の作戦に狂いはない。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーをへばらせる。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけミューが低くちゃエンジンのパワーの半分も使えてねえからな。俺の FD の本領はもっと高速レンジのバトルじゃなきゃ出せねえぜ。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここんとこ取り組んでたアクセルワークの特訓が役に立ってる。とにかく我慢だ。チャンスは必ず来る。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。食らいついてきやがるか。スーパーチャージャーか。考えたもんだぜ。同じ空気の圧力でタービンを動かす仕組みでも向こうはクランクシャフトから直接動力が得られるからな。こいつの最大のメリットはエンジン回転の上昇をリニアに連動してパワーを得られることだ。ターボチャージャーにはターボラグのズレがある。けどこいつにはそれがない。
よりでかいパワーを稼ぐにはターボの方が上でも、こっちはどんな状況でもアクセルを踏みさえすれば確実に安定したパワーが出せる。アベレージスピードの低い曲がりくねったワインディングロードに持ち込めば、スーパーチャージャーの戦闘力は確実にターボの上を行くんだ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。金に不自由しないお坊ちゃんには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金で買えやしねえ。俺が勝ってこそドラマが盛り上がるってもんじゃねえか。レヴィンの動きがさっきから少しずつ怪しくなってきている。向こうも疲れてるな。そろそろこっちからアクションを起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて揺さぶってやる。くそ、プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れて俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。やべえな、コントロールできなくなってきてる。集中力が切れかかってるってことか。大きく回り込んだ左中速コーナーのはず。